皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回は背中を好きなく鍛えていくラットプルダウンのバリエーションということでね、4つですねやり方ご紹介させていただければと思います。オーソドックスな順手で持って引いてくるっていうねラットプルダウンのやり方でバランスよくね背中鍛えられるんですけども、もうちょっとねやり方を工夫することで、背中ってやっぱり面積も広いですし、筋肉も何種類かねいろんな筋肉が共同して働くものなので、そういったねいろんな筋肉いろんな部位をバランスよく鍛えやすくなるというところで、こういうねやり方もありますよということで、いくつかね種目をご紹介させていただければと思います。1種目目なんですけども、一番オーソドックスなラットプルダウンです。まあこれが一番基本になりますので、おさらいがてらねちょっとやってみようかなと思います。肩幅よりちょっと広めにねバーを持っていただいたら、しっかりね深めに腰掛けていただいて、しっかりね肩を落としてから引いてくると、鎖骨のあたりに向かって引いていきます。親指はね外していただくと、よりね広背筋に効きやすくなるのでおすすめです。これが基本のラットプルダウンになります。では次はですね、逆手で持っていただくリバースグリップのラットプルダウンを紹介させていただきます。まあ、これはちょうどね肩幅と同じぐらいの手幅でバーを握っていただいて、これもねしっかりとストレッチさせたところから脇を締めたまま引いていきます。で、腕が体の真横に来るぐらいまで引いたら戻します。あんまり下まで引くと負荷が逆に抜けてしまうので、体の真横に腕が来るまで引いてくる。そしてしっかりとストレッチさせる。リバースグリップのラットプルダウンですね、普通のラットプルダウンと何が違うかというと、脇をしっかり締めて肘を落としてくるっていう引き方をすることで、広背筋もね全部使うんですけども、普通のやり方に比べると若干ですね大円筋の関与が大きくなります。まあ、なので背中の広がりをつけていきたいっていう方ですね、なんかにはこういうやり方はね特におすすめになります。普通のラットプルダウンも一緒なんですけども、しっかりとねストレッチさせてあげるところが大事になってくるので、しっかりね肩が上がるまでストレッチさせたところから肩をしっかり落として引いてくる、肩をしっかり落として引いてくる、そこだけ意識をしていただければなと思います。次はですね、頭の後ろビハインドネックで引いてくるラットプルダウンになります。これも肩幅よりちょっと広めにバーを持っていただくんですけども、普通のね、顔の前に引いてくるパターンよりも若干広めに握っていただいた方がやりやすいかなと思います。これはなるべく深くですね座っていただいて、体をねまっすぐにしたまま頭の後ろに引いてきます。これもしっかりとストレッチさせたところから肩を落として引いてくる。このビハインドネックだとちょっとね肩甲骨がぐっと寄る形になるので、菱形筋、このね僧帽筋の間にあるね上背部の筋肉ですけども、この菱形筋にもしっかりと効いてくる。そして広背筋と大円筋もしっかりとね刺激することができるということで、まあ一つのバリエーションとしておすすめです。ただしこのビハインドネックのラットプルダウンですね、肩とか首への負担が非常に大きいので、肩の関節が硬い方とか、肩を怪我したことがあるとか首を怪我したことがある、そういう方にはあんまりおすすめはできないので、とにかくね無理をしないようにしてみてください。女性の方でね肩の関節すごい柔らかいよっていう方なんかには特におすすめだったりするんですけども、肩の関節のね柔軟性に自信がない方とか、肩を怪我したことのある方なんかは慎重にね取り入れるようにしてみてください。では最後ですね、今度は片手のラットプルダウンやっていきます。この片手のラットプルダウンだとしっかりとね広背筋を収縮させきったところまでしっかりと引いてくることができるので、どちらかというと普通のラットプルダウンとかね懸垂はストレッチ
をかけるところが中心になってくるんですけども、この片手のラットプルダウンだと収縮重視でしっかりとね可動域をいっぱいまで使うことができるので、最後のね仕上げなんかにおすすめです。ハンドルをねラットプルのマシンにセットしていただいたら、こういう形でね膝をついていただいて、立てた方の膝をパッドにセットします。でこれもあとはもう一緒でね、しっかりと肩が上がるまでストレッチさせたところから肩を落としてしっかりと肘を引いていきます。この脇腹のね股関節に近いところに肘をねグッとぶつけるぐらいのイメージでグッと、ほんの少しだけ体をね引いてくる方に傾けるようなイメージで引いていただくとよりですね収縮感が得やすいかなと思います。今回はラットプルダウンのバリエーション4つねご紹介させていただきました。まあ、一番オーソドックスなやり方とリバースグリップ、そしてビハインドネック、最後にワンハンド片手ラットプルダウンとね、いろいろねラットプルマシン1台あればいろんなバリエーションでトレーニングできますので、今使っているジムこう器具が少なくてラットプルダウンと懸垂ぐらいしかできないよなんてね思ってらっしゃる方はぜひねこの動画参考にしていろいろねチャレンジしていただければと思います。今回の動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Bレジェンド公式 LINE では毎日お得な情報を配信しておりますので、概要欄のリンクをタップクリックしてぜひ登録よろしくお願いします。その他にも概要欄の方に新商品やキャンペーンの情報を記載しておりますのでチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。